こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラは、非常に古めかしいですね、カメラになっております。ローライを代表する、二眼レフカメラの、こちらはローライフレックスのですね、まあ、弟分というか、廉価版として発売されたローライコードになるんですけれども、そのローライコードの、これは1型ですね、初期型のモデルになっております。ご覧の通りですね、この、R デコと言われるですね、この模様が、全面的に入っておりまして、まあ、日本でも R デコとかこの金ピカモデルというですね、愛称で親しまれたモデルになっております。はい、このローライコード初期型以降もですね、いくつかモデルが出ているんですけれども、この R デコの模様はこの初期型のみなんですね。ということで、はい、人気の高いモデルになっておりますので、ぜひチェックしてください。はい、ではローライコードの1型になります。外観から見ていきますけれども、外観はですね、ご覧の通りですね、非常に1933年に発売されたモデルなんですけれども、大変綺麗な状態をキープしていると思っていただいていいと思います。ご覧の通りですね、まあ本当に強いて言えばこういったところにですね、若干この劣化とかですね、ペイントロスなどはありますけれども、あとこういったスレですね、はありますけれども、年代として見ればですね、まあ、もう80年前とかのレンズになりますので、それが現役でですね、全く撮影可能な状態で、これだけ綺麗な状態で、残っておりますので、ぜひですね、チェックしてください。非常に貴重なモデルだと思います。はい。金属の腐食、サビ、汚れとかですね。今、針側は今回貼ってませんので、針側の劣化などがないですね。金属、サビとかですね、腐食、メッキの摩耗などですね。は、ほぼほぼ、ほとんど見られないと思っていただいていいですね。とても綺麗な状態です。はい。まあ、こうしてですね、動画で客観的にこう見て判断して、いただければと思いますね。はい、これダイヤル部分のですね、摩耗などもほぼ見られない大変綺麗な状態ですね。このウエストレベルもですね、大変綺麗です。お立ち上がりと畳み込みにも問題ないですね。はい、ルーペはもともとついてないですね。ローライフレックスと同じようにこのここをですね、こうパタッと倒し込むとですね、スポーツファインダーとして、はい、使うことができます。はい。畳み込み、立ち上がり、問題ないですね。でもって、このスクリーンもですね、変な汚れとかですね、変なひび割れとかもなく、綺麗な状態です。はい。で、レンズですけれども、定期レンズ、デューレンズともにですね、こう見たところ、擦れ傷、ひっかき傷など、見られずにですね。まあ、戦前のレンズですので、コーティングはないんですけれども、こう見た感じですね。傷とか、擦れ傷。こう拭いたですね。ぐりぐりと拭いてしまった後などは見られずに大変綺麗な状態です。中玉にも曇りカビ、バルサミ切れとかですね。チリホコリの混入も、ほぼほぼ見えませんでしたので、大変綺麗な状態キープしてます。レンズはですね、このご覧のようにですね、トリオターというですね、トリオターレンズ 75mm が搭載されております。スナップなどでですね、非常に活躍する画角となっておりますね。はい。標準の 80mm よりも若干こう広めのですね、撮りやすい画角です。はい。でですね、まあ、軽く使い方を、この右側ですね、構えていただいて、こう構えて、この右側にこのシャッタースピードですね。この左側に絞りが書かれてますね。絞りはこのつまみですね。これで調節いたします。で、シャッタースピードはですね、この外側のダイヤルでこう動かしますね。で、シャッターはここ、このレバーですね。左側に押してシャッターチャージ。右側にこう引いて、シャッターが切れるというような仕組みになっておりますね。低速の1秒に回してます。はい。押して、チャージ、引いて、シャッターを切ると。はい。これ1秒ですね。はい。1秒をしっかりと、はい。安定して切れているのがお分かりいただけます。はい。続いて、
2分の1秒ですね。はい。はい。2分の1秒、しっかり安定して切れてますね。はい。続いて5分の1秒です。はい。ご覧の通り、きっちりとですね、可変して、低速のシャッター、粘りなどなく、しっかりと動いているのがお分かりいただけます。はい。ですね。整備費用などはないんですけれども、おそらくですね、前のオーナーさんのもとでですね、きっちりと、メンテナンスを施していただいているですね、とてもいい状態の個体です。続いて、中速の、これはですね、50分の1秒でいってみましょう。はい。50分の1秒も、はい。はい、しっかり切れてますね。はい。しっかり開いてるのが分かりいただけると思います。はい。最後に300分の1秒。これが最高速のシャッターになります。はい。グッと押して引いて、シャッター切る。まあ、ほとんど見えないと思いますけれども、こちらもですね、しっかりと、はい、開いてますので、はい、問題なく、はい、シャッター動作しております。まあ、300分の1秒とかあんまり使わないとは思うんですけどね。はい。まあ、だいたい100分の1秒とかで、まあ、固定してですね、使うんじゃないかなと思います。あとは、この暗いところでは、25とか、50分の1秒で25以下にはしない方がいいと思いますけどね、三脚がない場合は。はい。そういう感じで、シャッター、全く問題なくですね、動作しておりますので、レンズも綺麗で、撮影に関してですね、問題は全くない、非常にいい状態の、はい、現役の二眼レフカメラです。はい。フィルムはですね、この底面から、ライフレックスと同じようにですね、こう、引いて、パカッと開けてですね、装填していただきます。まあ、このスプールをですね、上に移動して、ここからですね、フィルムを巻き取っていただく感じですね。はい。まあ、詳しいお使い、詳しく、使い方などはですね、ネットでローライコード、R デコなどというふうにですね、検索していただければ、詳しい使い方を、載せているですね、方もたくさんいらっしゃいますので、ぜひ、調べてみていただけましたらと思います。はい。ということでですね、ローライコードの1型 R デコモデルになっております。非常にいい個体なんですけれども、まあ、改めてですね、末永くお使いいただくために、全体的な分解整備、清掃、調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、はい、ローライコードの1型 R デコモデルです。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。